ベンハウエルのデンナーエディショングレナディラで、これはなんか新古品ということです。同じそのデンナーエディションっていう、デンナーっていう設計の笛が今回2つあるんですけど、こっちはメックで、こっちはモーレンハウエルっていうか、どっちもドイツのメーカーなんですけど、設計自体は基本的には一緒なはずですね。で、これは素材が違うって、このグレナディラっていう素材は結構重い素材なので、音色もちょっと重め暗めなんですけども、でもどうだろう、息はそんなにズガーンって入る感じじゃないですね。メックの方が息がしっかり入っていく感じ、こっちの方がややコンパクトな感じなんですけど、デンナーっていうのはその高い音にすごいなんか割り振りが大きいっていうか、高い音がなんか結構パンパン出てくる曲、テレマンの例えばソナタとかも高い音がいっぱい出てくるんですけど、それは多分デンナー使われてたんじゃないかなという感じで、バロックの曲、415のアルトなので、バロックの曲をやるように買う方が多分多いと思うんですけど、でそのやりたいバロックの曲に多分すごいぴったりな笛なんじゃないかなと思います。で、新古品ということなんですけど、新品に見えます僕には。 はい、